こんにちは、兄です。今日は B25 さんのバックスチームトルーパー、こちらを見ていきたいと思います。はい、久しぶりの B25 さんのアシットレインシリーズです。今回は兵隊さん3人セットなんですけども、以前にもこういったものありましたね。ウェーブ1の時に発売されたジャングルソルジャーセット、パッケージは全く同じ大きさです。で、今回はバックスチームということで、あれなんですよね、砂漠部隊とかジャングル部隊とかそういうんじゃなくて、まあ、特殊部隊みたいな、そういったところでの、まあ、名前がついている部隊のセットっていうことです。で、バックスチームについては僕もね、詳しくは知らないんだけども、18分の1スケールの時にもね、すでにラインナップされていて、この人はね、ジャックっていう人なんですよね。ジャックのね、18分の1の時の箱持ってくるとこんな感じ、すごいかっこいいでしょ。ちなみにね、フィギュアを出すとね、こんな感じなんですよ。18分の1はやっぱりすごいね。で、バックスチームね、他にもメンバーたくさんいて、よっと、多分リーダー的な人はね、この人だと思う。はい、ボブっていう人ね。この人だけね、顔が見えてるのよ。で、他にもいて、よっと、スチールっていう人ね。この人はバズーカみたいなのを持っていて、なんか特殊工作みたいなね、感じな、公平的なあれなのかな。で、あと、キングっていう人もいて、この人はね、結構普通の格好してるんだけど、もしかしたら、まあ、一般兵の中でのまとめ役とかなのかな。で、最後に、はい、アーガスっていう名前なのかな。この人はスナイパーライフルとかを持っていて、なんかこうね、森蔵スタイルになってますね、うん、これがバックスチームっていう、まあ、チームとして発売されていて、まあ、今回ね、28分の1スケールで初めての発売なので、このあと各メンバーがね、こういった形で、まあ、発売されるんでしょうかね。っていうか発売するんだろうね、うん。で、まあ、パッケージ見るとこういった感じで3人写っていて、ジャックと、まあ、その部下みたいな感じかな。で、横を見ると、ここにジャックって書いてあるね。バックスチームトルーパー。で、ここに英語書いてあるけど、これは、あれだね、バックスチームの説明だね。ちょっと頑張って読んでみようか。スペシャルタスクフォースクリエイティッドバイザーアガーツでいいのかな、アガーツガバメントイン1997、1997年にアガーツ政府によって作られたスペシャルタスクフォースなんだよね。スペシャルタスクフォースは多分特殊部隊とかそんなことなんじゃない？英語はね、結構もうアバウトで雰囲気で読んじゃえばいいと思ってるから、そんな感じでいくね。で、ザ・バックスチームは、ザ・セントラル・コマンディング・ユニット・オブ・オール・フォーシーズ・イン・アガーツ、アガーツ。アガーツ軍の中での中心的なね、コマンディングユニット。だからまあ、命令したりとかするユニットなんだね。で、ルモアウトイーブンハブアクチュアルシーツウィズインザセナタ。セナテ。セナテってなんだ？ちょっと普段いる場所じゃないようなところに、こう、席を持っているって噂されているみたいな感じなことが書いてあるから、多分あれなんじゃないかな、その一般的な人たちじゃない人がこのバックスチームの構成員っていうことっぽいね。で、まあ後でちょっとこのセナテを調べればいいんだけど。で、次はね、 Their legends are accomplishments are seldom mentioned today。ここで切った方がいいね。あれだね、彼らのその伝説とか実績とかは全く今は語られていないと。で、なんでかっていうと、このアズがあれだね、なんでかってことだね。 All information related to the Vax team、 Vax team に関する全ての情報は has been classified after being decommissioned in 2012。2012年にバックスチームが解体されたのかな。多分これ逆で、で逆だからね。多分2012年に解体されて、それで全ての情報が機密扱いになったから、
実績とか伝説とかそういうのは今は全く語られていないという感じなことが書いてあります。ごめんね、こんななんか適当な役で。でもね、英語なんてね、こんな感じでいいと思うのよ。変にね、日本語に直そうというよりかは、バーッと読んでいって、英語のまんまでね、頭にね、ビューって入っていく方が、僕はね、いいっていうか、まあ、学校のテストには使えないんだけど、海外で何かするときはね、その方が絶対いいっていうか、そんなね、日本語に変換してる場合じゃないから、もう雰囲気で感じろみたいな、そんな感じで僕は海外で、ね、旅行したりとかしてるんだけどね、まあ、そんなことはどうでもいいね。で、こんな感じでね、パッケージ写真載っていてかっこいいね、うん、やっぱりちっちゃくなってるから少し可愛らしい雰囲気も出てるけどね、うん、なかなかいい感じ。あ、武器がいっぱい入っております、うん、ではパッケージ開けていきましょう。はい、出しました。いかがでしょうか。今回ね、武器がすごいいっぱい入ってますね。武器から順番に見ていくと、まずはね、こういったガトリングガンみたいなものがあって、次はこれは何だろう、ハンドガン的なものなのかな、こういった感じなね、銃のようなもの、これが同じものがね、2個入っております。そしてこれこそハンドガンだね。はい、ハンドガンタイプの銃が2つ、あと軽機関銃的なやつかな、アサルトライフルみたいな、ちょっとね、銃の種類とかよく分かんなくてごめんなさいね。こういったタイプの銃が2つ、スコープがついてますね。で、あと無線のね、こういった電話、まあ、通信兵が持つみたいなもの、あとはこのバックパックですね、うん、で、これね、よいしょ、ランナーにまだくっついた状態なんですけども、アンテナがついていて、多分これにくっつけるんじゃないかな、多分そうだと思います。1個予備っぽいですね。で、最後がナイフとなっております。ちょっとアンテナつけてみます。はい、アンテナくっつけました。ここに刺すだけですね。で、この部分にジョイントがあるので、多分このね、携帯みたいなやつ、ここをよっとくっつけて、うん、これでいいんじゃないでしょうか。で、ここにね、突起がついているので、兵隊さんの背中にこう刺すことができると。もう刺しちゃいましょう、よっと。はい、こんな感じでくっつきました。いいね。じゃあ次ね、兵隊さんをちょっと見ていきます。まずは一般兵っぽい人からいきます。これはね、ジャングルセットに入っていたリーダーっぽい人と同じような作りかな。並べるとこのような感じで、そうですね、お顔も同じ形してるし、まあ、ここら辺のね、着ている装備が違うぐらいで、構成に関しては全く一緒ですね。だから稼働に関しても全く同じ感じだと思います。うん、だからまあ素体一緒の、ここのね、アーマーだけ変えたみたいな、そういった感じでしょうかね。で、稼働に関しては首がボールジョイントでぐるぐると動かせて、そしてここの腰の部分ですね、ここで前後にこう動かすことができて、あとひねることもできて、肩の部分は一周ぐるっと回して、水平方向ここまで上がって、この部分でロール運動ですね。で、肘がこう曲がって、手首はこれ差し込み式でね、くるくると回すこと、あ、くるくる回んねえの、あ、回るか、ちょっと固めでね、くるくる回ります。一番最初の頃ね、ここスポスポだったんだけど、最近はね、そんなことなくて結構固めですね。ちょっと今回ね、腰が緩いかなって気はするんだけど、うん。で、股関節の部分がよっと水平方向ここまで開いて、前後は前がこれぐらい、後ろがこれぐらいで、太ももの根元の部分でロール運動で膝がよいしょ90度曲がって、足首もボールジョイントでね、そこそこを動かすことができます。うん、まあ相変わらずすごいなって感じですね。こんなにちっちゃいのにすごいよく動いて、うん、しかもね、かっこいいですよね。で、もう一丁ついてるのは全く形一緒で、
うん、で今背中にねこういった感じで通信機器を背負わせているっていう感じですね。まあこういった兵隊さんはね同じ形のものを何体やっても全然いいから、まあ、これジャングル部隊に編成しても全然 OK だし、逆にジャングル部隊の人員をこのねバックスチームの方に入れちゃうっていう形も全然 OK だと思います。ちなみにジャングルチームの一般兵はこんな感じですね、うん、お洋服が違うだけでまたねガラッと雰囲気変わりますね。次はジャックです。この人はね髪がバサバサっとしたこの感じがすごいかっこいいですよね。素体自体は今までの兵隊さんと全く一緒です。で着ている服がねちょっと違ったりとか、この腰回りの装備が違ったりとか、うん、後ろ側はこんな感じになっております。でやっぱり最大の特徴はハンドガンをたくさん持ってるっていうことですかね。 1,2,3,4 個持っております。で18分の1スケールでは背中にもねホルスターがあって、ここにもね銃持ってるんですよ。で今回ね同じようなねこういうホルスターに入った付属品があって背中に刺すのかなと思ったんですけども、ちょっとねそういったものが見当たらないので、18分の1じゃない、いや28分の1ではこの部分オミットっていうことでしょうね。でまあサイズが違うからねこう同じに扱っちゃいけないんですけども、18分の1はねこのホルスターから銃が抜けて、この銃をね実際に持たせることができるっていう、これがすごいかっこいいんですよ。まあやっぱりここまでねサイズダウンするとそれは無理なので仕方がないんですけども、うん、まあ銃をね持たせてみましょうか。よっとこういった感じでいいね。やっぱりね二丁持ちだよねこういう人は。よっとこうね二丁持ってガンガン撃ちまくるみたいな、弾が切れたら新しいのこっから出すみたいなね、もうとにもかくにもがむしゃらに撃ちまくるみたいな、そういうタイプですね。かっこいいね。まあ今までねいわゆる一般的な兵隊がずっと発売されていて、そのキャラクターっていうか個性があるねそのフィギュアはなかったんだけども、ここに来てねもう唯一無二の存在っていうか、こうキャラクター性を持ったねあのフィギュアが発売されたので、さらにこれで世界観広がるんじゃないかなと思います。楽しみだね。はい、B25 さんのアシッドレインバックスチームトルーパーを見ていったんですけども、いかがだったでしょうか。まあ、兵隊さんたくさん持っているんですけども、やっぱり増えると嬉しいですね。しかも今回ねバックスチームということで個性を持ったキャラクターがラインナップされ、これでね遊びに幅が広がるんじゃないかなと思います。早くね他のバックスのメンバーもね発売してほしいですね。でまあウェーブ3はですね、この他にもこちら、はい、入りきてないですね、ジャングルチャペルっていうねこういったビークルも発売されていてですね、これはねストロングホールドを牽引するマシーンで、しかもねいろんなギミックがあるんですよ。こう基地っぽい形になったりとかね、うん、次はねこちらの方レビューしていこうと思うので、もし興味のある方はねまた見てください。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でバイバイ。